本当に今シーズン、20戦、そして、セミファイナル、ファイナルと、一番試合数多く、やってきたチームでした。今日の試合は本当に日本生命レッドにどれだけ、マリッツが、近づけるか、それを見るいい試合だったと思うんですけども、結果、0対3という、やっぱりまだまだ、ちょっと差があるなというふうに感じた試合でした。差が出てるのは当然分かってたんですけど、差が縮まってきてるなというのは、感じています。ただやっぱり、平野美宇、それから早田ひな、長崎、そして、森さくら、ここをやっぱ崩すというのはなかなかの、努力、それから戦術、運も味方しなければ、崩すことはできない、そういった意味でまだ、若干は縮まったとは思うんですけども、同じファイナルという場に立てたということは縮まったかなと思うんですけども、まだまだ、差があるなというふうに思います。はい、そうですね、やっぱファーストシーズンから、みんなが、他のチームももちろん言ってましたけど、ファイナル進出が目標ですと、4年目ようやくその目標を達成することができたということに、まず、選手を褒めたたえたいというふうに思います。ずっとね、いつもテレビだったり、観客として、ファイナルっていうのを見てきたんですけども、そこに我々が立ったっていう、そういう意味ではすごくこう、ようやく来たなと、その目標はファイナルだったんで、ようやく来たなっていうところで、ちょっと優勝っていう目標ではなかったのかな。次のシーズン残る選手が、そのファイナル優勝するっていう夢を叶えてくれると、そういうふうに思っています。